はい、皆さんこんにちは。新しいビデオへようこそ。私のチャンネルへようこそ。コレクトアンティレイズのアンディです。今日は特別なものがあります。キックスターターキャンペーンはもう終わりました。このプレデビューパックを大志プロシから S4 受け取って、そう、それはこれはトレーディングカードゲームで、コトムション側にリリースされる予定だと思います。すぐにキックスターターキャンペーンを見てみましょう。ここにビデオがあります。YouTuber トレーディングカードゲーム、 YouTuber、 もしそれが何かわからない場合は、要するに YouTuber が自分自身を仮想的なものです。ただの仮想キャラクター。本当に機器の後ろには人がいて、ただ動くアバターを持っているだけの場合もあります。または、はい、完全にバーチャルなものもあります。あとコーンも含めて全てがスクリプト化されています。それから再生されました。さて、ちょっとだけキックスターターをチェックしてみましょう。オーシプラッシュは、はい、資金提供されています。463348ユーロが集まり、4曲の燃料1泊いくつかが追加されました。使用されたのは2481年からです。サポーターへ、もっと知りたいなら見てみてください。これが全てです。チェックしてみてください。パックです。で、これが今ここにあるものです。さあ、見てみましょう。いや、そしてこの全体がどのように発展するか楽しみです。でも今日は確実にカードを見てみましょう。ちょっと安い気がする。ライトの位置を少し変えないといけないかも。そうすれば妹がもう少し明るくなるといいですね。さて、これで良いですか。この影の投げかけがあまり好きではありません。まあそんな感じ。まあしょうがないね。とにかくここにパックがあります。確か8上だと思いますが、間違ってなければ 1,2,3,4 これ次いない8コリ、今日ここで開けます。14種類のうちの1つプラス28種類の平行タイプが含まれています。はい、2024年ですので、1枚のカードが入っているようです。ランダムなプレデビューカードですね。OK、ブースターパックは製品によって異なります。各プレイヤーは40枚のカードスタックを持っていなければなりません、などなど。了解です。推しプラスをチェックしてみてください、もしこれを望むなら。ではカードの前ダメをさせてみましょう。特別な構造はありませんか、それとも普通のカメラなカードで VTuber のデザインが示されています。選ばれた数人の VTuber がいて、彼らがこれに挑戦するのは初めてのようです。ここにはまだ、もう一度キックスターターでデリビューパックスを調べに入れましょう。つまりキツクスターターキャンペーンが終わる前にすでに準備ができていたものですね。もしこの全体に興味があれば見てみてください。ここにもう一度9章日本があります。ヤパニメゲームスには VTuber マスコットがいます。了解しました。それでは最初のカードですね。アップグレードトンマーマエミ、30人のマネージャークラッシュ報酬、カードを2枚引く、ギョザが5枚以上の場合、10魔人と4つの軽い形、サイト補起します。ここの上のグッズのうちの1つ。じゃ、カードの構成はよくわかりません。ぬいぐるみもとても評判に見えます。比較的に、少なくともプリデブカードは薄いです。ではとにかく手に入ります。比較的簡単に嗅げます。これは興味深いですね。ホログラフィックカードもありますか。ここにホログラフィックカードのチャンスギーありますか。パラレルカードって何、なんかをもっとパナ見てみましょうな。これをこう手に入れたのはみんなと一緒に環境をペみたいからです。次のカード、ちょっともっとフルアートの家みたいな感じ、そう言えばいいのかな。プレデビュー、剥離、違う、剥離、ローリー、ペルソナ、ペルソナカード、わかりました。かっこいいね。アニメファンにはいいかもね。私もアニメが好きで全く問題ないですが、アニメの最大の支持者ではありませんが、たまに見るのがとても好きです。特定の選ばれたものでも毎週毎日はしないよ。だから何を指してるの。まだ VTuber にはあまりハマってないので、まだそこまで興味を持っていません。ここにある次のカードはアップグレードナンバー6ハイリキロリア、それはここにあるものです。いや、アップグレードカードはこのカードをスタートしに持ってきます。おしょろいですね。あと枠を見つけます。これが全て本当に描かれたのか、それとも AI で生成されたのか、どう思う。プレデビューカードにも
全てのプレデビューカードがここにあります。すごいですね。明確なこと、それで私たちは2枚のアップグレードカードと1枚のパーソナカードを持っています。これはここでそう呼ばれます。それは不運だ。そして多分それをプレゼントする意味はないと思います。こんにちはエリンコアチェリア、こんにちは。次のパラソナカード、OK、あのサロイ宣言はコンテンツカードをプレイするときに出ます。今日向かいですね。あ、ここで急に2つのペルソナを引きました。おみゃしゅるいおみゃしゅるい、ここに置くのが意味があるかもしれないと思う。これはアップグレードカードです。また一致します。それは連続して引きました。こうやってパックされたのかな、印刷されたのかな、分かりません。あ、確かにそう見えます。このビデオは多分やかき複数の言語で使います。ドイツ語が分からなくても安心してください。他のビデオもちょっと見てみてください。この QR カードとか何か使えるのかわからないですけど、試してみましょう。のアップグレードカード、ピプキン、ピーパー、私たちが今それを取り出すことは間違いないと思う。ちなみになぜそうなるのか気になる。もっとフルアートですね。それはアップグレードカードですが、他のカードには上部に枠があります。このカードは忘れられましたか、それとも特別なものですか。そう、シーズイミシル。コメントでこれらのカードについてどう思うか教えてください。私自身はこれらのトリデビューカードを集めないと思います。そしてここにはもう1枚のエクカードがあります。ミンテホロクール、天魔前見、これ引いた、いやアップグレードはなかった、これは初めてのことです。ここで入るキャラカードを引きます。見て、これは本物の表みたいなカードです。丸げている。そうですね、私もよくわかりません。ホロ効果はどうですか。質問がつきやすいと思います。これはテストだとなっています。実施際のホロ効果がもう少しクールになるといいですね。ただのヒュカオザワフィルムです。まるで純粋な処理のようで全体を非常に安くしますが、キャラクターを少し極立たせるのに役立ちます。でも私にはどうかな、あとワーク自体はいいと思う。じゃあそれに意義を考えるつもりはありません。それは多くの人々にとって何か特別なものです。見てみてください。でもホロ効果は確実に良くなる可能性がありますし、はい、実験のカードが最終的にどうなるか楽しみです。これが私のプレデビューカードの見方でした。ここで受け取ったものです。ぜひ見てください。あとワークはどうですか。皆さんもサポートしていたらぜひコメントに書いてください。それでは次のビデオでお会いしましょう。コレクターのトゥレイデのアンディでした。さようなら。